さあここで一旦休憩、うん、ということで皆さんお待ちかねこれをやっていきたいと思います。何有名人誕生日当てクイズ。そうか。さあ一部の人たちに強烈にです、ね、人気のある企画なんですが女子だけだとこれカンドリさんがあまりに強いので今回は男女混じっておりますので、うん、こちらスターの誕生日ね。はい。おさあ3月生まれの有名人でございます。さあまず3月2日、3月。はい、タコさん。トヨタマナミ選手。トヨタマナミ選手。え？プロレスラー。正解。正解です。プロレスラーってこと？そういうことですか。プロレスラー。プロレスラー限定？そうですね。今回はプロレスラーの方。なんでだよ。なぜか限定でございます。有名人だろ。プロレスラー。さあ、有名人って書いてあるね。続いて3月24日。わかんないよ。わからない。3月24日はこれあの男子ですね。男子、はい、はい、アンドレ・ザ・ジャイアント。アンドレ・ザ・ジャイアント、はい、違います。違いますけれどもえモンスター・ロシモフ。あのアンドレの昔の呼び方です。それは国際プロレスに来日した時の名前です。それはアンドレイチさん。アンドレイチさんはバキに出てくる人です。漫画の方な、漫画のキャラクターなので知りませんけれども、アンドレ・ザ・ジャイアントがいた WWF、 今 WWE ですけども、そこで活躍した選手、外人、有名な、はい、外国人選手、もう有名です、超有名です。WWE を代表するような、あ、酒井。ザ・ロック。ザ・ロックじゃないです。ザ・ロックじゃない。ジョン・シナ。え、ジョン・シナ。ジョン・シナ違います。さだかこさん。ハルク・ホーガン。ハルク・ホーガンではないです。え、はい、アジャさん。ストーン・コールド。ストーン・コールドじゃないです。惜しい。トリプル H。トリプル H。 違います、トリプル H じゃない。一人抜けてますね。あ、はい、アンダーテイカー。アンダーテイカー正解。すごい。さあ佐々木さんも参加しなきゃ。絶対できないでしょ。次は当てて。もうちょっとで分かります。もうちょっとで、はい。さあ続いて次の日3月25日、うん、これはもう有名、有名です、日本です。日本、え、いやいや、これは、はい、あ、はい、佐々木さん。長州力さん。長州力さん。有名だね、じゃないですけども、それぐらいの方です。それぐらい？はい。ミスター高橋。ミスター。なんでだよ。レスラー。ちょっとタブーでしょ。違うか。ちょっとレスラーの前でミスター高橋のことはタブーだ。考えすぎです。考えすぎよ。考えすぎです。さあ男子、長州さんとも、え、戦った。田植え、田植え。いや、田植えですね。田植えっていうと作業になっちゃうんで。はい、蝶野正弘さん。蝶野さんじゃないです。団体は、うん、全日本プロレス。お、全日本プロレス。はい、はい、田中。三沢光晴さん。三沢光晴ではない。ジャンボさん、はい、はい、ジャンボさん。ジャンボ鶴田さん正解。困るんだよな。なんで自分たちに知らねえんだよ。あのモノマネ声出さねえから困るんだよ。なんで自分で答えないんですか。さあジャンボさんか。続いて3月28日こちらも男子。3月28日 UK UWFK です。はい、はい、中野達夫。中野達夫違いますけども、違いますけれども、そこら辺だ。はい、中野達夫。前田明さんではない。はい、高尾さん。高田信彦さん。高田さんでもない。有形。中野達夫は非常にいい線。中野達夫。ヘルマンレンティング。ヘルマンレンティング。リングス勢ではない。リングスじゃない。はい、UWFK で非常に中野さんとこう切磋琢磨したあそこら辺です。ああ、じゃあもう安城洋次。正解だ。気持ちいい。すごい。
いいな。さあ最後3月31日、この方はまあプロレスラーですけれども、格闘技戦も出ており、総合格闘技も出ております。もともとはプロレスクール、あ、小川直也。大正解。武藤、はい、ということでもうないんですか2枚目は。あ、ないです。さすがに2枚はちょっとおかわりないですか。佐々木さんが切れちゃうんで、佐々木さんがやっちゃうと。はい、さあということでございまして以上です。さあそれではね、ゲーム再開しましょう。